はよう、おはがろん、おはようさんちゃん、ひゃほい、ありがとう、こちらこそ、今日めっちゃ可愛いです。今日ちょっと寝起きすぎるね、顔が。おはよう、ラブ、おう、ビッグハートポーズ、ありがとうございます。おはおかいな、でけな。なんだっけ、おしゃれちゃん、ありがとうございます。ゆんちゃん、なんでやねん。すきちゃんかの、おほほ、変わってる。うれしい、すきちゃん、こちらこそ。声、力つきとる。あ、ちょっと、力が出てないって感じかな、まだ。好きではないですよ、大丈夫。おしゃるしゃん、ありがとうございます。おはよう、サンフランシスコ。僕、ゴレスだけ。君より先に先に着けたい、待ち合わせ場所のその穴を変え。おはよう、お目覚めいかが。お目覚めはいいんですけど、お顔がちょっとお目覚めが良くないです。おはよう、ペコリゴン。大好き大好きな君が大好きな僕はね、僕は嬉しいな。おはよう、ビッグハートボーチ。おはよう、さんちゃん。一シーズンジャーニー終わる夢見たかった。見れんかった。あら、外れちゃったかな、夢が。元気でなんか、あ、風船ピューピューありがとうございます。元気ですか。元気があれば何でもできる。123ちゃん、ほぼほぼにやったろう。はよー、ハイパー初見タイムスタート。なんでやねん、なんでやねん。おはよう、ボソボソタイム。もう超ボソボソだよ。一番ボソボソかも、最近で。おはよう、昨日はサイン会。あ、しがたかじゃない、手がたかいですよ。なんでやねん。お疲れ様でした。おじさんちゃんお届けです。 Thank you。 おはよう、風船ピューピュー。おじさま、カノンさんもスピングね、昨日との差が了解、ありがとう。昨日の劇場ではさんちゃんの顔、ゲミキちゃんのダンス、はやかちゃんの色が素敵でした。ミキちゃんダンスしてたな、はやかちゃんの笑顔。うん、おはよう、おはようさんちゃん、おはよう。じゃ寝起き、おはようんちゃん、なんでやねん。おはよう、あれ昨日の水素の人はどこや。いや、間違えちゃった、間違えたかもしれん。おー、新幹線、あ、新幹線今日帰ってるってことか。おはよう、おはよう、さんちゃんのロカーのみどなりって、鈴木理香さんです。ピオスさん、ハートありがとうございます。お、オープだ、お目覚め、あ、おめ、お、オープ、お、お目覚めよくないかも、かわいい、ありがとう。お礼が遅くなりました、昨日のオンラインセリンカー、ありがとうございます。あ、ありがとうございました。昨日ね、あの言ってくれたことを忘れとったんだけど、あのね、忘れてたんだけど、あの後で書いときましたね。はい、あ、忘れたって思って書いときましたね。ハートありがとうございます。バブルブクブク、おはようございます。100個突破ありがとうございます。キュン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 です。おはよう、バズーカ砲してございました。はぁ、バキュン、バキュン、サンちゃんに会えるまであと少し、お、もうちょっとですね。楽しみだぜ、楽しみだぜ。おはよう、おはよう。台風来てるの気をつけんと、ね、本当に最近はもう折りたたみ傘がね、必須ですね。梅雨が終わったけど夕立が来るからさ、やっぱ折りたたみ傘。カノンの傘は日傘と折りたたみ、何、あの雨傘がどっちも使える折りたたみ傘なので、もう常に持ってます。カノメイでワンピースがドットでなかった。あれ、ドットじゃないの、あれは。え、おーに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 ー、キサも可愛いな、ありがとう。あっちゃー、後ろへボサボサたい、大きな毛で毛で
見え、可能的にはもうそもそもなんだけど見えないから。どうでしたか、ヨコニャンさん。ツイッターでドリカムの中村さんとやりとりしててびっくりで、あれなんかうっすら聞いたんですけどよく分かってなくて、え、すごすぎないですか。普通に、普通にじゃない、普通じゃないですよね。もう普通、え、すごすぎますよね。どういうことが、どうなって、どうなったんですか。おはよう、だるまちゃんがコールだ、ありがとうございます。ショールームは通り過ぎなくて安心してます。おい、おっぱありがとうございます。おはようちゃん、なんでやねん、頑張って、ありがとう。おはよう、おっぱありがとうございます。今日、お、コロナワクチン何、あ、2回目、あ、頑張ってきてください。時がムネムネです。わお、わお、おっぱありがとうございます。今日は幽霊の日、あ、はやかちゃんと死んでスポットに怖いよね普通。あ、なんか今日は普通にが口癖なのかな、ちょっと意味わからんですよね。ハートありがとうございます。何が普通なのって。大阪土産てんてんイクロおじさん買いました。え、いいじゃん。あ、そう、今日はあの皆さんからのプレゼント、昨日はなんか準備してなかったので飾れなかったので、飾る会をどっかでやろうと思います。朝から、お、お、声がガサガサになった。ワーコンマニアタロと叫ぶさんちゃんはアイドルかな。え、そんなになんかやばいやつなの。ありがとうございます。おはよう、バブルブクブク、おはようございます。さんちゃん手形かい、サイン手形ありがとう。だってまだ見えてないけど、あ、まだ見えてないの。じゃあ落ち着いたらアーカイブでもう鬼にぴしてみてください。おはよう、ハートありがとうございます。ごまめの写真なんかの会見かと思うような写真なんです。そうなの、それを意識してちょっとなんかちょっとなんか誰かと喋ってる風、こう未来について語ってる風に上を見てみたいとかしました。あ、そう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 、おー、くばちゃんね、ハートありがとうございます。ちょっと今からコメントが読めなくなることをご了承くださいね。まずね、そのね、言ってくださったくばちゃんはこちらに、あの今はまだお眠りになっているので起こしたいと思います。ちょっと待って、めっちゃかわいいサイズ感なんだよねこれが。ほらー、セッティング見て、はい、木彫りのクマちゃん、木彫りのクマちゃん、木彫りのクマちゃんでございます。このサイズ感は初めて見た。かわいいね、でってりー、おー、北海道のお土産で届けてくださいました。見て、お尻がキュートだね。お尻がなんかヒップラインがすごいキュ、すごいね、ヒップ、え、クマのヒップラインってこんな感じ、すごい感じです。鮭くわえて、これはちょっと朝食べたいと思います。この鮭は、はい、かわいいでしょ。だからこれさ、可愛いからさ、あっちに飾るんだけどさ、見えないよね。クラビノーバとほら全く同じ色だからさ、いるよっていうことだけ。はい、オッケー。それとあとはね、他にもたくさんください。ありがとう、あ、じゃあじゃあ、ありがとうございます。あとはリュウとそばかすの姫のパンフレットも届きました。あ、昨日言いたかったことこれだ。はやかちゃんがなんか言ってたってのはこれです。あの、多分はやかちゃんのところにも届いてて、同じものが、はやかちゃんがありがとうございますって、わかんない、同じ方かもしれないからっていう話になって、同じ方かもねみたいな話になって、で、カノが届けてくださることを知ってたから、その方がっていう話をしたら、彩香ちゃんもなんか、え、ありがとうって言っといてっていう話でした。それを言おうとしてた。
はるかちゃんにも送ってくださったから、これがちょこっちがめっちゃすごい、同じ、あ、同じですか、そう、ありがとうって言ってました、はやかちゃんが、はやかちゃんにも言われたかもしれんけど、はやかちゃんがありがとうって言っといてって言ってたのを、昨日、昨日じゃない、昨日、あ、違う、ごちゃごちゃ、昨日、あの、はやかちゃんが言ってた、言おうとしたことはこれだった、思い出したね。はい、すごい、これすごいよ、ちょっとあんま見せないけどさ、中は、パンフレットは。だってパンフレットって見終わった人がよく買うよね、だから多分ネタバレが激しいかもしれないから見せないけど、すごいね、あの、なんていうの、しっかりと しっかりとパンフレットがもうびっしりとって感じですね。すごいね、あの、何、仕掛けみたいな、すごいね、これすごいのよ、一番最初がかの、わ、すごいと思ってね、工夫が凝らされております。ファイルもすごいよね、2個ついてるじゃん、え、1個のやつかと思ったら2個でした、ありがとうございます。カロンが座ったら見えないけどはい、そう、カロンなんか飾るときはこうやって言うけどね、あの、毎回毎回ご紹介全部できないのはね、申し訳ないなって、カロンもなんか慣れなくて全部が全部ご紹介できるわけではないのだ、申し訳ないのですが、だったろー、で、ご飯に一度よりって書いてある、こちらもこれさ、ちょっと、これぐらい見て見て、かわいい、かわいいね、すごくない、ピアノになってるの、ちょっとビニールが反射してるか、手紙も届きました、あ、すぬちゃんにまだ渡せてないので渡したいと思います、プレゼントありがとう、あ、でもこれでもうね終わるので、これも叶ってよ、ちょっとくままるさんにどいていただこうかしら、はい、すごいよ、クラビノーバの上にピアノが2つ、ピアノの上にピアノが2つも塗っちゃったピアノのピアノオンピアノピアノ、ありがとうございます、すごい嬉しいです、嬉しいです、感謝申し上げます、つかみ方よ、だってくま丸のくま丸のつまみ方、ここを持つのがいいかもしれないですね、つま丸、いやー、読んじゃった、カロンさんは読んじゃった、見てほら、くま丸の横顔ってこんなんだったんだね、横顔なんかすごい可愛い顔してますね、こういう感じこういう感じの顔をしてました、まあどうでもいいですね、これはくま丸さん、あ、見えるじゃん、見えるじゃん、鏡がいい仕事してるよ、ほら反射して見えますね、カノンが実物には丸かぶりでも、ありがとうございます、手形がお疲れ様、あ、お疲れ様、手形サポート、みーちゃんのほんまりぼう、そうだよ、もうありがとうって鼻つかまえず星になってる、色あせてきた、そんなことないでしょ、え、色あせてきちゃった、それでは今週最初に行ってきます、いってらっしゃい、かのんさんぬいぐるみのつかみ方常にやんちゃですね、本当ですか
クワマルがめっちゃ羨ましいの。鼻つままれたいですか。おはようさんちゃん。鮭を、あ、鮭、あ、クワマルに鮭、魚がね、いないのよ。クワマルさん、ちょっと取ってこい、行ってくれ。鮭、鮭ないですね。195日ありがとうございます。風船ピューピューありがとうございます。改めジュートアップ歌選手金がなんか早か先生に似ていると話題です。そうなんですか。そうそうなのそうなの。ピピありがとうございます。すぬちゃんにもお土産渡してあげて。はい、わかりました。あ、すぬちゃん用なのね、あれは。やっぱり了解です。195日連続ありがとう。おはよう、お仕事行ってまいれさ、行ってまいれさ。プレゼントありがとう、すいません、いいんじゃないか。プレゼントありがとうございます。プレゼントありがとうございます。オッケー、95日ありがとう。お、フグじゃん。鮭はおにぎりだけにしてくだす。鮭おにぎりにあの鮭を使おうかな。おはよう。チェキ会8月2まで？じゃああんまり時間がない。そんなことない。おしゃるしゃんありがとうございます。あ、あ、あ、今日は喉がまだ起きてないです。あいうえお、あいうえお。さっきコメント飛んじゃったからもう今日は追いついちゃった、ごめんなさい。早川ちゃんサイン会とやたがオリンピックも昨日。早川ちゃんお人かしじゃん、そんなこと言ったら。ミニ木彫りのクマを手乗りにしてお持っておけばこうこうやって配信こうやって配信するの。おはよう、仕事行ってきます。いってらっしゃい。バブルブクブク。サンちゃんには可愛いお洋服が届かない。サンちゃんに可愛いお洋服届いてますよ。でも一つあのすごい可愛かったんだけど、あの何着たかったんだけど、届いたのがもう生誕の時で すごい顔になってた。ちょっと大変です。生誕の時で長袖っぽくって着れてないのがあるので、早く着たいです。早く冬が、冬秋ぐらいが着てくれたらいいなって思ってるお洋服が一個ありますね。白のワンピースみたいな。おはよう、バブルブクブク。おはよう、ニキちゃんが元気です。おはよう。今日あでも最近すごい洗顔を念入りにやっております。おはよう。森川さんがツイートしてくれたのはチーム S のあーツアーでドリカム大阪ラボをやったから。あ、それで横にゃんさんので気づいたってこと。ん、体調すぐれないので大阪来る食べてない。ピエンピエン、あれそうだっけ、ピエン食べてない、そうだね、飯テロが来てないね。おはようございます。おはよう、秋が楽しみ。おしゃるしゃん、今ミレアバターでだ。おう、ミレイちゃんおめでとうございます。かん、まあこちらの問題だけなんだけど、配信をし始めると画面がすごい暗くなるんですよ、カノンの画面だけ。だからすごいコメントが黒く暗くなります。ドリカムの中村さんでしょ、すごい、ね、すごいよね。びっくりしちゃったもん、かの聞いた時、ええって昨日はやっぱりわらび餅はスルーだった。昨日はもう本当にあれはもうごめんなちゃいって感じで、おじちゃんにはねちょっと申し訳ない。なんか去ってどんどんちっちゃくなっていくわらび餅の歌が、ね、切なかったですね。おはよう、にきちゃんの成長がこれ今から楽しみです。何そのなんか嬉しい感じで言わないでください。もう早く早く停滞してしぼんでてほしいです。
大阪食べ過ぎて胃が重い。そうですね、食べ過ぎですね。ちょっと食べ過ぎですね。5食ぐらい食べたんですよ、だって。食べ過ぎだよ。ちなみにアバタニキちゃんにも報告してくれたの。ありがとうございます。わらび餅のおじちゃん、昨日は眠れない夜を過ごした。そうだね、今日は買ってもらえなかった。前回何かダメだったのだろうかって思ってるかもしれない。絶対ない。もうそんなね、彼女たちだけのためにね、いないですからね、おじちゃんは。心配して、あれ、そう、そう、大丈夫かなみたいな。わらび餅や昨日の売り上げが少なく廃業決めました。昨日はたこ焼き5点決めまして。食べ過ぎ。食べ過ぎ。5点は食べ過ぎ。やばいなぁ。嵐さん、英語ペラペラ。そうなの、はやかちゃんもう使ってたからね、日常的に。もうペラペラよ。おしゃれなメンバーからお下がりをもらうことで視力をアップさせてくださいね。ね、ちょっと恥ずかしくなっちゃうね、言うのが。はい。お下がりもらえますように。スタバのなんちゃらだけはなんちゃらだけは飲んでください。ミレイちゃんがもまめに弁当の写真を載せた。前回どこだ、どこかな、どこか。前回も同じようだって。あ、そうそうそう、なんか前回はこれが人気でしたみたいな風に言ってアスパラ言ってたから食べちゃったんだけど、アスパラを。そうだね、同じ感じだったんだね。そう、カノンは前回ちょっとカノンは前回、カノンなんか言い方が、カノンは前回どういう風だったっけ。あ、そう、カノンお休みを、違う、ほんともともとの日にできなくって、申し訳なかった、できなくって、後の日になったから、そう違ったんですよ、お弁当が。おはよう、バブルブクブク。あの歌の上手い小学生の子が走って、わらび餅屋さん、バブルブクブク来ない、大変な。 USJ は行けないけど、勧誘館にでも行こうかな。だってね、何、楽しめるのことを最大限楽しんで来てください。インターネット時代でいろんな何友達が海外バンドのコピー演奏を動画投稿したら本人がコメしてくれたなんて。すごい、星になってるけど、大事なところがすごいね。いいことでしょう、だって多分つながったみたいな、奇跡みたいな。何が星になるんだろう。はやかちゃん、サン委員会でサンキューソーマッチって言ってた。サンキューソーマッチ。そう、いきなり英語で喋ってるなと思ってびっくりしてた、心の中で。ピンチャーチャンス、ピカチャンス。ことがあった。え、なんでことが、なんでことが星になってしまうのだ。マキコさんならたまにお下がりの服をメンバーにあげてたような。ねえ、聞きます、カノンにもくださいって話です。おはよう、おいもち買ってくれるまで毎日行くよ。それは嬉しいな。今の服装は、今日はもういつも通りの T シャツにジャージです。はい、じゃあ、写真見た、支配人の写真。
昨日はお菓子はなかった。なかった。さあ今何回カノンと言ったで言ったでしょ。カノンが42回。分からん。カノンちゃん頭まだ電気。そうですね、早く起こさないと。頑張り、ちゃちゃちゃ、ありがとうございます。ひなぎは本当においしい、おいしかった。おしゃれちゃんありがとうございます。おはよう。さんちゃんが土曜日に食べたアスパラのお弁当どんなやつだったの？お写真撮ったので送ってもいいですし、あのアスパラの肉巻き揚げたやつがでかいのが2本ドドーンと入ってて、ご飯とあーなんだっけ、あれピンク色のお漬物なんだったっけ、ピンク色のお漬物と、うんとオクラとレンコンの醤油あれ的な醤油にん醤油揚げかそういう感じのが入っておりました。じゃあね、だってバイバイ。おしゃるしゃんありがとう。映画マス、マスオさん、マスオさんってどういうのだったっけ。おはよう。昨日十期生イベントは最下の手が高いの。あ、十期生も終わったのか。イベントじゃない、メンバーはね。はあ、読めてないね。おはよう。英語配信してる、ね。してるね。カロニア無理っち。はやかちゃんの英語休業中にめっちゃ勉強してと。逆転がもうね。やるよ。いや、もうすごいよね。ゆきちゃん大富豪。大富豪？大富豪。大富豪配信でしょ。ちょっと今はもうすぐにはできないんですね、大富豪配信は。タブレットでショールームを配信して、大富豪をこのスマホでやんなきゃいけないので、寝起きレギュラースタイル。ゆきちゃん宿題かも。ゆきちゃん宿題あります。またぶつけたね、ぶつかってます。いつもの寝起き配信そうです。頑張れたちゃん、ありがとうございます。みれちゃん、ねむさんちゃん、今日はあくびが出ちゃいます。さんちゃんがもうおしゃれなメンバーさんに、まきこさん、みおまるさん、あらんちゃん、もうここはもう普通にドドドンって感じです。もうルームアメリカ在住の方もいるいらっしゃるから、英語も強い人も多そう。そうだから、カノンがわからないときは、あの例えば初見さんで来てくださったときとか、代わりにねカノンの自己紹介をしてくれたりとかね、するから助かってます。俺も知らん知らん、大富豪になれててなるとか。そう、あのカノンはすぐ都落ちをねするタイプの人ですね。日によってはバブルブックブック85回と答え、あーやっこない。そうだね、85回って答えないとバブルブックブック。 LED ライト星になっちゃったな。アランちゃんの司会進行さんじゃ緊張、もうド緊張よ。大根、ピンクの大根のあのお漬物、野菜ミンのお弁当の、いやでももうカロリー高そうだったよ。だってすごい揚げてあるもん、揚げ物メインだよあれは。モノマネわかんないわ。相談のすごい声がかすれ気味で、みたいな感じだったのを覚えてんだけど、うまくできないですね。123ちゃん仲いいねやっぱりさっさとお家に帰ってお部屋の掃除します。ええ偉すぎる。昨日の配信の後夕飯は遅くに食べた、あ昨日サラダ食べました。
今日は朝ごはんはまだだから眠いのかな。だってもうお腹が空いております。ダブルブクブク、あらんちゃん、おはよう、ワンちゃん。こすらず目薬さしてかわいい。確かにカノン目をこする癖があって良くないですよね。はやかさんはラーメン部に入ったの、わかんない、わかんない。夏休みの課題は終わった、全然終わってない。何か台風が近づいてきてます。オリンピックが、あ、そうだよそうだよ、オリンピックが、あ、そうじゃんそうじゃん、ダメだよ。僕は英語の勉強しておけばと後悔している。後悔してるの、ね、忙しいですか。いつからでも遅くないはずですよ。今日は8時過ぎても配信可能か試し、あ、ちょっとね、ちょっと長めにやってみる。今日はずっと長くはできないんだけど、サンデスタイム、みなちゃん東に向けて扇風機回して追い返してます。いいよ、世界中のみんながそれを頑張れば動くかもしれない。経路が変わるかもしれない。名前を10回、お腹が鳴っちゃった。みずきちゃんから名前を10回見ました。かのんちゃんはまだ3回すみません。全然ですよ。3回見てくれたなんて嬉しいよ。何かやって歌ってるの、ん、特にね、ないかな。夏休みから待って大変だねって。課題がやりたくないんでね、課題だけが一番大変です。火曜日の野外競技は延期みたい。で、この髪の毛どっか行ってほしいよ。シンソの赤野ちゃんはどんどん遠くなって寂しい、でも今の感じは無好きだよ。だってやっとシンソの赤野ちゃんはもう戻ってこないのかな。あのもう悲しいよ。全然お腹が空きません。お、痩せちゃうよ。カロンちゃん髪伸びた。そう、昔はこれぐらいだった。日本の夏は今暑すぎる台風、局地的な大雨と熱帯化し、本当だよ、地球温暖化問題だよ。清楚な、あれ、ありがとう、ごめんと。台風が来るとめでかちゃう、台風という歌を毎回聴いてしまう。カノンは存じ上げないぞ、台風という曲。万が一を考えてお腹が鳴ったらサンデスタイムめっちゃ決まる。して8時切れても大丈夫ない。そうだね、大変だ。100円玉も今日は不足している。ちゃんと補充しときなさいっていう話ですね。大事なこと、ちょっとカロンさん、清楚にならなくては清楚にならなくては。でも清楚なお洋服はね、たまに着ていけたらなって思うんですよ。それは思いますよ。でももう清楚がなんかちょっと恥ずかしくなっちゃって、多分このショールームではなかなか見れないかもしれないですし、そうね、例えばなんかのなんだろう、劇場公演以外でなんかね、呼んでいただけることがあったら、なんか清楚、ちょっと清楚かもしれないですね。本気出せばいつでもお嬢様になれるやなって、本気出さないかんですな。台風かコロッケ買ってくる、え、台風だとコロッケを買ってくるの、いいね、コロッケ食べたい。おはよう、あー、モーニングセットじゃん。清楚だと思うけど、そんなことないよ。清掃でお願いします。しゃあない、またブロー、何、あ、お洋服、カノンさんがセンスがなすいぐ助かってます。おしゃれさん、ありがとうございます。通知機械の写真ってカノンちゃんももらえるのかな。写真撮った写真カノンちゃんに送ってもいいですか。え、どうなんだろう、カノンもらえるのかな。
もらえなさそうだよね普通は。送ってくれるんですか、ありがとうございます。ありがとうございます。清楚なお洋服を着て椅子の上に乗って踊るわ。あれはなるほど、ボサボサだわ。確かにちょっと清楚がかき離れてるね、いつも配信はね。スノちゃんグースカッピーで夢の中でスノちゃんじゃんけんがないからオラブルじゃんけんを動かす。スノちゃんじゃんけんをオラブルじゃんけんをやろうとすると来るんですよね。じゃあクマ丸じゃんけんでいきますか。クマ丸じゃんけんグースカッピーで夢の、あれ読んじゃった、またおしゃるさんバグルブクブク、さんちゃんの壁しやさんちゃんのお姉さんのようですねって書いた。星になっちゃったけど押して押して押された押された当たったの話です。当たるよ。チキチキアヤメンバーのタイミングで撮るようだね、だって。おー、じゃあ皆さんもうずっといい顔しとってください。不意打ちで撮るかもしれないのでバブルブクブク。センスない人とは配信で毎回勝負つけます。確かにちょっと今センスタイムしてみて。ややさんちゃんの帽子、さんちゃん帽子似合うよね、かぶり物めっちゃ似合うって。そうかな、帽子好きで最近よくかぶってる。でも帽子ってなんか結構イメージがつくじゃないですか、なんていうの、かぶると インパクトが強いじゃないですか、帽子の存在感が。だからね、なんか毎回同じの被っててもあれだなって思うので難しいんですけど。おはよう、おしゃるしゃん、ありのままの姿見せるのよ、ありのままの。すごい、この曲思い出したら寒くなってきた。いいね、すずちゃんも夏休み早く起きたくない。うん、アクリルの匂いがプンプン。はよ、彼女は半目狙いそう。そうだよ、みんなの半目を収めちゃうぞ。お腹が鳴ってもあれ私としたこと、おほほ違うよ。そういう時は多分お隣にいる誰かさんが失礼いたしましたってすぐ言うお嬢様は言いそうですね。でそのお嬢様が鳴ったんじゃないよみたいな、ありそう。帽子でボサボサが癖る。確かに、ちょっとね飲み物持ってきてないんだよね今日は。2階で配信してるからさ。お気遣いありがとう。チュリーさん、ジュリナさん、卒コン DVD 発送ベル来た。僕だけのバリュー、君がいい。どんな世界中の美女たちより比べなれないくらいだけがさ、僕のあの帽子どこへ行ったんでしょうか。あ、どこへ行ったんでしょうか。一回面白いくらいで少女様コーデとかいくもおドレスを着るということかな。アリシャンのまま、アリシャンのままで。昨日太田新米が配信、あそうなんだ、お姉さんめっちゃ美しい、太田新米も実現してるやって。強いです。そうそうそう、帽子よりタコちゃんの被り物のイメージの方が強い。タコちゃんはもうあんまり被らないようにしとく。どう変えても受けそうだ。おはよう。そのうち清楚なお嬢様コーデが大量に届いたりしてたって届くかな。いやでも大事ですよ、嬉しいよ。暑いですね。昨日のエスメの投稿を見てたらたこ焼きが食べたくなったんで朝ごはんたこ焼きになりました。え、朝ごはんのたこ焼きがなかなかヘビーですね。ヘビー合ってる言い方、なかなかでしょう。なかなかのつわものでございます。たおおくらの押しになっちゃった、大丈夫ですか。何色の方だろう、佐々木彩香ちゃん。
言ってたら時間で探されます。今週も頑張りましょう。次の公演いつかな。じゃあ行って聞いてらーん。頑張ってね。バブルブクブク戦争は外気抜けなくなる力にじみ出るものです。その通り。おじやさまコーデもワクワク方も似合うアイドル、それがさわざかのてれーん、てれーん。たこ焼きをどんぶり飯に乗っけてたこ焼き丼、わあ炭水化物のオンパレード。おしゃれしゃれ、ありがとうございます。おはよう。炭水化物オン、炭水化物絶対おいしいよね。でもあのソースが下に染みていくわけですし、もうあさってビアン、そうだよ。でもまだあさってっていうか、まだ明日もない、もう明日ぐらい公園でもカノンはいいんだけどな。おはよう。コンビニでたこ焼き、いい。コンビニなんかすごいよね、冷凍食品って進化を遂げてますよね。いろんなものがもう冷凍食品になっちゃって、何でも食べれちゃうよ、電子レンジ使えれれば。できないのもあるけど、サンちゃん浴衣も似合うから配信でも見たい。だってサイズが多分もうちっちゃいのしか持ってないんだよ浴衣。着れなくはないと思われる。たこ焼きと浜崎あゆみさん好きでよくやってるらしい。そうなんだ、やってみようかな。やっぱり夜中のたこ焼き食べ慣れてるから一番好きだって。あれも食べたい。たこちゃんがいっぱい。好み焼きやたこ焼きでご飯を食べるって初めて聞いた時はマジかって思って。カノンはそんな抵抗なく今から1ヶ月後の未来予想図、カノン簡単に何しもしてない、どうしよう。その通りだよ、本当にどうしよう。やればいいんですよね、やればいいな、分かってるんです。言いたくないんです。カノンは問題文を読んで眠くなって寝ちゃいます。冷凍食品すごいですよね。ちょっと前にフル、なんだっけ、あのお湯で戻すやつ、フリーズドライ、絶対違うな、フル、フーズドライ、フドライ、ドライフルーツじゃないし、フね、おご飯に赤石鹸をのせてお出汁をかけたらお茶漬けみたいで合いそう。わかる、美味しそう。小さいサイズ切ればだって、切ればいいか昨日たこ焼き焼いてる、たこ焼き焼いん、たこ焼き焼いてるお姉さんによく食べますねって笑われたけど、キリのお姉さんで嬉しかった。どんだけ食べたの、言われるってなかなかよ。お腹チーム S の楽屋に来て、おはよう。昨日のお嬢様ワンピースとてもお似合いでした。またかのお嬢様に会いたいです。だってそのためにはまずお嬢様っぽいお洋服を準備しなくてはなりません。あおー、たこ焼きと白米食べれます。おはよう。7月実物かのんちゃん見れなくて終わりそうだ。え、見てないっけ。え、結局たこ焼きそばとご飯をと一緒に食べるのと、それはもうめちゃめちゃ合うよね。なんだろうね、あのこの麺と米がかさこう合わさる感じがとても美味しいよね。フリーズドライで合ってる方、あ、合ってた。フリーズドライ、フリーズドライお湯でもなんかいろんなものがねなってた気がする。なんかね、実験かなんかお寿司とかなんかそういうのもやってた。リンゴが何だったっけな、そういう機械を使った番組がやってました。おはようございます。24日の公演、子犬の役は元祖、そう、アナちゃんも元祖子犬さんです。28、誰かしばらくしてない、本当してないかも。オラマル、オラマ、オラマルくん遊ぼうだって。オラマルくん、オラマルくんどこ行ったん今日。オラマルくんいらっしゃいました。オラマルくん、オラマルくん連れてきました。 A の団
10月の7月こうやったらだから、お誕生日だもん。ハッピーバースデー、いつでしたっけ、聞いた気がするよ。パンパナンさんからの、うん、何分だ1分かかってないって、すごかった。え、麺類もどうものも味こけ、味こけ大体うまくなる、なんだったっけ、なんとかなんとオカルト系用語がちょっとむずい難しい。早くちゃんとキャッチフレーズハッピーは覚えたよ。超絶ハッピー、次の公演でできますように。超絶ハッピー。関西の人ってお好み焼きと焼きそばは別々に食べますか。はあ、そうなんだ。それはかの一緒に食べることある。その持ち方、はい、おらまる。愛知は炭水化物、温炭水化物ありなのと、ありなんじゃない、つかみ方よ。だっておしゃるしゃん、仕事行ってきます。今週もファイトです、頑張ってね。冷やし中華にマヨネーズだもん、どういうこと、美味しいよ。楽譜の後ろのオラマル寝てた。そう、あそこがベッドかな、オラマルの。そういえば誕生月限定の声またやってほしいな。お？最近ベロマルの声も、ベロマルさんどこ行った？あそこにいる。俺もカロンちゃんの横にいたらこんな風に掴まれるのかな。だって掴むぞー、もう一回やるとけ。都市伝説好きだがよーがマジむずい。おー、もう完璧じゃん。そんな感じだった。今日は幽霊の日だから、はやかちゃんワクワクしてるか、ワクワクしてるかな、どうだろう。やのんちゃん好きなことを言ってるだけど、覚え多くて覚えられないだってね。えハッピーが一番覚えた。なのでモダン焼きってほとんど、モダン焼きって何だったっけ。炭水化物の組み合わせはラーメン、チャーハン、ねえ、そうだよね、やっぱ合うんだね。あとなんかあるかな、鼻をかぶしてくださいギュイン腰も一日になり、あ、いい習慣になりますように。ティロリロリン、なんかの星になってるよ。お肉ですか、え、掴むのファンのハードだけにしてね。もちろん僕を呼んだよ。お疲れ様です。こんにちはね、コンビニ冷やし中華にマヨネーズついてるけど使わない、ね、なんで使わないの、ついてるのに、もったいないよ。配信のオリンピック種目があれば、さっちゃんは金メダルだね。だってありがとう。もだ焼き、お好み焼きに焼きそば入ってる、あー、うん、ぐぐぐ。はあかちゃんのキャッチフレーズまだ覚えられます、早くできるように聞きたいと、うんうん、聞いてください。ぜひ当たりますように。50メートルお届けありがとう。触覚つかまれる、入院。さあ、そんなこんなしてきたしてたら、そろそろお時間がやってまいりました。
当たっちゃった、お腹の肉ぷよん、プニプニくしゃみが出そう。おはよう、ペコリオン。つるちゃんはグスカピーです。ペコリがツン。に聞いてみてみて、お好み焼きと焼きそばは別々に食べるって言うと思うけど、うんうん、おはようよんちゃん、仕事にあります、頑張ってね。すずちゃんも来ていいだ。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンデスありがとうございます。12位サンデスありがとうございます。11位サンデスアットマーカッコファミリーネットに、あ、ありがとうございます。10位さんです、お、お花。9位さんです、アットマークコハミニー、イエーイ、ありがとうございます。8位、あー溶けちゃいそう、アイスクリームさんかな、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、アットマークコハミニーペカリガン、ありがとうございます。5位さんです、アットマークコハミニーチャ、ありがとうございます。4位さんです、アットマーク薬ハミリ、ありがとうございます。そして3位さんです、アットマーク薬ハミリマロマロ、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマーク薬ハミリ、あ、レーデン、ありがとうございます。そして今日の第1位はドンさんです、ありがとうございます。今日の85位やっこさんは、さんです、ありがとうございます。あなたもぜひやっこハムになっちゃってくださいね。 Thank you。 はい、ありがとうございました。くままるじゃんけんします。では皆さん、出すのは決めましたか。今日はカロンがいるので書いちゃダメですよ。それではいきます。最初はグーじゃんけんぽい、勝ちましたか、負けましたか。くままるさんはチョキをチョキを出しました。はい、カブトムシ勝ちました。くままるに負けました、やった、いい日になるな、だっていいなるな、最高だった。カブトムシ負けちゃった、よっしゃー。さあ、それでは8時過ぎた？まだ、え、ねえ、全然まだ今日は時間があった。なんかしよう。なにそれ、カノン性格悪いって。貯金タイム忘れてた。カノンはいろいろ忘れちゃいますね今日は。もうちょっと時間あるから待とうか、何して待とうかな。自己紹介して
花カロンです。サイリウムカラーは紫白ピンクです。あ、ティーンズユニットがある。前書いたやつだ。ティーンズユニットの時の13用習字とギターとスヌちゃんと食べることとピアノと。17歳になった。懐かしい。はーちゃ歌って書いてあります。前のだね。懐かしき。エンドレスでも今日はテレワークだから付き合いますよ。ダメです。今日はカロンさんのおのどをやませうそそそまさお休みさせましょう。愛してる。 I love you。 デザインセンスある。ありがとう。何かカラオケを準備してたらちょっと遅くなっちゃうので、なんか歌おうかな。夏休みにしたいこと、陶芸、ろくろを回しにまた行きたいです。くる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 。あとちょっとスイカ割りもしてみたいね。超えました。ありがとうございます。ただいま戻りました。おかえり。そう、前ろくろを回してすごく楽しかったんですよ。で、作ったコップがめちゃめちゃお気に入りだったのに落として割っちゃったので、作りたいなって思います。貯金箱作れるのかな。貯金箱難しそう。さあ、それでは400円の貯金を置きたいと思います。今日は50円で頑張ります。無線ペンペンありがとう。100円、200円、300円。穴ちゃんと開けるよ。400円。さあ、それでは皆さんお耳に気をつけて、せーの、じゃん。ありがとうございます。今日は皆さん暑いので気をつけてくださいねっていうようには。鼻はポカーンとしそうです。はい、うるさい。うるさい。失礼いたしました。細かかった、刻んでたね。さあ、それではロリダも暑いようだって。今日も頑張りましょう皆さん。中日欲しいなった。あかりちゃんのクラムが載ってて、ちょうど夏休みのことが書いてある。お、そうなの。テクテク、うんうんうん。イヤホン聞いてるから。耳がー、はい、スイープ踊って。お、8時過ぎても大丈夫ということで、ショールームも夏休み期間に入りました。あと一層、あと一層。魚介類が、魚釣りもしてみたいな。釣れるならしてみたいんだけどね。カロン、そういうのあまり得意じゃない気がする。してみたいですね。お魚釣り上げたいです。では終わろうと思います。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。大好き大好きなのあなたのこと、24時間考えてる、大好きなの。サンチェに伝えたいです。一本釣り釣ってくださいな。ビヨン、釣り上げました。さあ、それでは終わろうと思います。今日もこの辺で。
まだごやね。ありがとうございました。大好きだよ、多分多分大好きだよ。わー、おっとっと、釣りはトーク会でお願いします。はーい、一本釣り、ピュピュピュ、バイバイキン、バイチャッチャー、また来るね。ありがとう、元気でね。皆さんも元気でね。ありがとう、おやすみ、バイバイ、またね。プレゼントありがとう、バイバイキン。